いいホテルショッピングモールは、秋田県秋田市大町2丁目にある、第一生命保険が開発した複合ビル、秋田大町第一生命ビルディングにあった商業施設。本校では併設の休館となったホテルについても、記載する。建物を所有する、カラーッツインターナショナルは、施設全体を大規模な医療モールとして改装する、計画を発表している。 秋田駅前に建てられた秋田中央ビルディングに移った本金や秋田名店街の跡地などにコミュニティマート事業による再開発第一弾としてファッションアベニュー AD、秋田ワシントンホテル、地下イベント広場、大町公園橋の4施設が整備されることになり、このうちファッションアベニュー AD と秋田ワシントンホテルは第一生命が開発した地下1階地上10階の 秋田大町第一生命ビルディングに入り、1987年10月8日に開業した。同時に整備された地下イベント広場は、秋田大町第一生命ビルディングと道路を挟んだ、向かい側の大英秋田店が、各テナントとして入る秋田入式と連絡し、広さは230平方メートルで、イベントや展覧会等を催し、大町商店街の活性化に資する方針を掲げ、 大町公園橋は、広小寺商店街と結ぶもので街灯などを、備えレトル風に設計された。しかし、その後の競合劇化で、経営難となった、中上総部に入る秋田ワシントンホテルは2007年8月末で、撤退。入居している建物は、ビジネスホテルを展開する、グローカルホテルグループが買い取り、旧ワシントンホテル部分は9月10日から、E ホテル秋田として、 営業をはじめ、第一生命の子会社、第一ビルディングが仮想部で運営していた、ファッションアベニュー AD もグローカル社の運営に切り替わった。2009年4月、ファッションアベニュー AD は、商業施設名を E ホテルショッピングモールに改めるが、2012年夏で閉鎖。さらに E ホテル秋田も、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年4月24日から、 休館となった。ホテル休館を機に建物を所有するカラーッツインターナショナルは施設全体を大規模な医療モールとして改装する計画を発表している。ファッションアベニュー AD は地下1階から地上3階までの54店舗で構成。客層は若者を中心に中年までを対象とし、DC ブランドショップや新制堂などの専門店のほか美容室、 飲食店が入った。建物を取得して、旧ワシントンホテル跡で、E ホテル秋田の営業を始めた、グローカルホテルグループは、地下1階から1階部分に、中華料理店や雑貨店を集積した、秋田中華街を作る構想を明らかにし、横浜中華街などの飲食店に出店を打診するが、希望者が集まらず、秋田中華街構想は頓挫した。2009年4月、 秋田ニューシティから撤退したヤマトが地下1階にスーパーと飲食店で構成の大町小道を開業し、それを機に商業施設名は E ホテルショッピングモールに改められた。だが2010年秋にヤマトは自己破産を申請し経営破綻した。この後テナントは相次ぎ撤退し、2012年夏にモールは閉鎖となった。なお、正面の道路に面した一部店舗は 営業を継続している。3階の一部と10階までが、客室391室の秋田ワシントンホテルで、このうち、109室が、地元旅館組合の要求で分譲ホテルだった。宴会部門はなくビジネス、旅行客中心の経営で、運営は、藤田観光の子会社、秋田ワシントンホテルサービスが行っていた。しかし、秋田駅周辺では2004年以降、 ビジネスホテルが続々と進出し、競合が激化。秋田ワシントンホテルでは、企業契約を増やしたり、チェックインを簡素化するなど手を打ったが、設備などの老朽化で劣勢に立たされ、2007年8月末で営業を終えた。グローカルホテルグループは、9月10日から、旧ワシントンホテルを継承し、E ホテル秋田の営業を始めた。 グローカル社ではこの年の10月に飽きた我が杉国体の全日程が終了すると内装工事に入り新たにレストランも出展させ12月1日に新装をオープンしている仮想部のショッピングモールが閉鎖後もホテルの営業は継続されたいたが新型コロナウイルス感染拡大に伴い2020年4月24日から休館となったありがとうございます